どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。レッツだよーというわけでやっていきましょう。本日は、チャンピオンシップの動画でございます。なんでこのタイミングやねんっていうことなんですけれども、まあ、撮ってたんですよね。一応、ゴールドトーナメントもね。はい、ただとりあえず、出すタイミングをちょっと見失いまして、まあ、なしでいいかと思ったんですけど、まあ、せっかくやしと思って、ちょっと今日はね、4戦お届けしたいなと思います。まあ、変わらず僕は、キッド&ローと、フランキーでございます。はい、ほんでですね、ゴールドトーナメントの1戦目、1回戦勝って2戦ですね。ほんで、2回戦も勝って2戦ですね。その分の合計4戦を本日は届けていきたいなと思います。はい、チャンピオンシップね、まあ、結果的に皆さんいろいろ知ってると思うんですけれども、それについてはちょっとエンディングの方でいろいろ細かくね、お話をしたいなと思います。はい、というわけでじゃあ楽しんでいってください。僕視点はどんな感じだったのかっていうのをね、楽しんでいってくれればいいかなと思います。それでは行きましょう。皆さんよろしくお願いいたします。ご視聴ください。レッツバウンティー。はい、じゃあ見ていきましょう。よろしくお願いします。まあ、これが、ゴールドトーナメントの、1回戦1戦目でございます。まあ、普通にね、まずはそのゴールドトーナメントにね、行けたことが、まずはもうありがとうっていう感じですよね。もう素晴らしいと思いましたよ。はい、というわけでじゃあ見ていきましょう。はい、初手フランキーですよね。お互い今フランキーがいるんで、まあ、どっちがね、バイクの運転うまいかっていうところですよね。はい、負けないぜっつって、フランキーですよね。はい、ぶっ飛ばしていく。で、これナイスダッシュですよね。素晴らしい。これね、この試合はでもね、ぶっちゃけね、すごく攻めにくかったですね。大橋さんの守りがすごい硬くてすごい攻めにくかったんで、フランキーで、まあ、取って、まあ、C 型とりあえずキープしていち早くね50作っていきたいなと、いうところやったんですけど、危ないやんこれと思って、取られるやんと思ってギリギリでとりあえず引いてって、でこれねもうちょっとメイウェザー避けたかったんですけどね、普通に当たりましたね。はい、まあ、ただいい感じに、まあ、C 型がね安定していってはいるのかなということで、いち早くね3本こっちが 150% を作ることですよね。で C 型もいい感じかなということで、とりあえずゲッターを潰しておけばまあ問題はないかなということで見ようかなと思ったんですけど、まあミリアし大丈夫かということでですね、ここから攻めようと思って、4旗目やっぱね、先ブースト取るんだら4旗目やっぱ欲しいじゃないですか。ただね、ちょね、あそこにエンマとね、オーリンちゃんがいて、ほんで奥にね、なんか2回いたらね、攻めれへんのよ。マジで。3対1は無理無理無理と思いながらね、ほんでブースト来るでしょ。だから死なないように、ちょっと頑張って距離取りながらね、でタイミング見計らってブーストに合わせて前線出れるようにしたんですけど、やっぱりね、すべてを避けきるのは無理で、で、こっからもとりあえず通常で、まあ、回復不能とかね、できればおりんちゃんとか、まあ、ニカとかに入れときたかったなっていうところあったんですけど、こうもう囲まれて無理でした。ボコボコ。全然無理やね。あれ、こうなったら、とりあえずもうね、相手のブースト来るじゃないですか、言うてる間にね。なので、とりあえず守る体勢入るか、みたいな感じでね、言ってました。この時、板さんがね、まだバジュラング使ってないって確か言ってたと思うんですけど、まあ、じゃあとりあえず、相手の気取るね、もうゲッターが要はね、お互いにこれね、もう同じなんですよ、キャラが。だから、ゲッターさえ潰せば、勝利取られることはほぼないなっていうことで、できれば相手ブースト直前とかの時に、まあ、気取るとかね、落として削って、とりあえずスキルとか使わせて、ダッシュ能力をとりあえず、なくしていきたいということでね、ここガンガン削れてるんで OK かなと思います。で、できればもうこれブースト来るでしょ。だから一回やっぱりね、リセットかけたいということで、僕もこれ守りに入ってますからね。で、K2 がこれナイスすぎると、はい、素晴らしい守り。で、向こうやっぱ攻めれないですからね、そうそう、ゲッターいい品があったらね、はい。なので、こっからはとりあえず、まあ、足止めしときながら、こっちの防御力も上げながら、またね、相手さんが気取ろうと、待ってるんで、相手ブーストでね、まあ、ここさえとりあえずしのげば、もうあとこれで30何秒なんで、とりあえず C 型さえあればいけるなと。キドロが行く方に僕が行けば、とりあえずは守れるかなということでね。で、後ろは後ろで任せるしかないんでね。はい。で、いい感じで落ち着いてジャストで入って、で、相手の、ローですよね。ローだけ、とにかくローだけを意識して、ゲッター潰せば問題ないということでね。これナイスフルゴラすぎるルカポンのね。はい、ワンパーンということで、ほんなもうこれはもう取る人いないんで、後ろも後ろでね、K2 が2か潰してくれて、しっかりと見てくれてて、もうまあこの時間なんでもう勝つ、まあ負けることはないなっていう感じですよね。まあ守りに徹した感じでしたね、この試合はね。はい、ナイスハーモニーですね、これはね。いい感じにみんなの息があって守れたっていう勝利ですかね。はい、ナイス一勝でした。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ続いて見ていきましょう。1回戦の2戦目でございます。まあ、これを勝てば、とりあえず次に駒が進めますよね、ということですよね。はい、見ていきましょう。で、今回はね、あいつさんね、フランキー後出しなかったんで、まあ、じゃあとりあえず一旦フランキーで速攻 C 型取りに行くか、いうことでね。はい、まあ、取った後が怖いんですけどね。まあ、それはもうみんなを信じるしかないんで、とりあえずガンマが当たらなさそうな場所行きながら、とりあえず取るんですけども、これはしゃあない。もう完璧なタイミングの雷を打たれてどうしようもなく、バジュでワンパーン。はい、もう
これはしょうがないね。はい、ただ、シーエタが今度ね、一気に相手さんが3人来ると、もう全力で取るぞみたいな感じなんですけど、その後のアンドンいかつすぎるということで、やばいかなと思ったんですけど、あそこでね、ニカがね、落ちたことによってね、僕がまだ取れる可能性が全然あるんで、もう無理やり飛んで速攻でとりあえず握るということですよね。はい、ナイス KO すぎる。ほんで、ここをとりあえず僕が取って、あとは2人に託しながら、次の旗行きたいなー、いうところですよね、これはね。はいはいはい、ナイスですよ。すごくナイスですよ。はいはいはい。ほんで、ここからはとりあえず、裏のゲッター来るカイドウを一旦潰しときたいなということで、ガンマ行ったんですけど、これ合わせ無敵はめちゃめちゃうまかったですよね。で、体力がまだギリ半分じゃないかなというところで、とりあえず、ウタちゃんをね、潰さないといけないんですけれども、これ危なかったね。通常行かれてたら、ちょっとはめられてたかなっていうところやったんですけど、なんとかね、耐えれたんで、ただこの後、キッドなんでね、ピロピロピー入るのがすごく嫌だなと思いながら、ちょっと逃げたかったんですけれども、とりあえず、まあまあまあ、ニカちゃんとかにちょっかいかけながらですね、で、ウタちゃん追いかけてくるんで、回避使って、あえてね、で、通常だけ打っといて、回避誘って、パンクバイスでいけるかな思ったんですけれども、ちょっとね、危なかったですね。今、ピロピロされてたらやばかったっす。はい。ただまあ、ここでバジをとりあえず吐き出させることができたんでね。で、あいつさん3落ちしてるんで、まあ、なんとしてもちょっともう一本欲しかったなと思ったんですけど、ちょっとね、もう言うてる間に相手のブースト来るんで、まあ、ここで自分がかけてね、ちょっとやばくなるんぐらいやったら、まださっきの、試合の展開と同じで、まだやっぱり守るか、みたいなね。で、向こうの木泥に関しては、防御力がまだね、最初なんでできてないんで、とにかく相手を削って削って削って、スキルとかガンガン吐き出させようっていうことですよね。で、ここでまず無敵をまず使わせます、向こうにね。はい。ほんで、とりあえず、ローの方の無敵をなくして、ローの方の体力を削りましたと。で、今変わったんで、懲戒は意味ないんですよね、ローはね。で、ここ裏ガンマやっといて、とりあえず相手の戦力を1枚でもブースト中こっちに割くと、前線にね。はい。ほんで、後ろほんのちょっとでも守りやすくしとけば、まあ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 、結構固く守れんちゃうかなということで、今のは回避をなくして、ジュレだけ当てるっていうことですよね。はい、ナイスですよね。で、全員ハーモニーからの向こうの軌道が落ちたんで、じゃあとりあえず僕はね、一旦こっち取るんですけれども、思いっきりね、バレバレの裏取りを行かれるっていう、この、はい、だからまあ、握られても、まあまあまあ、最悪取られても取り返せるかなと思ったんですけど、まあ僕のやれる仕事はここに一人でも二人でも多く、さっさくことですよね。はい、ほんで向こうも守りやすくするために、今、ウタちゃんの方に打ちましたと。で、これね、アンドンをとりあえずね、ジャスカイできればね、ここも、まあ、抜けてたのかなと思ったんですけど、まあ、ここで、ブースト来るんでね、とりあえず変えたらよかった、着替えたらよかったんですけど、まあ、そこまでちょっと追いつけずで、まあ、このままラスト10秒は後ろ味方に託すしかないなっていうことやったんですけど、まあまあもうフランキーで最後到着もできるし、K27 人 KO で暴れまくりやし、無駄に暴走して終わりと、いう感じでしたね。はい、なかなかちょっとね、攻めあぐねるような2戦でしたね。おいしさもうまかったですね。はい、では対戦相手の皆さんもありがとうございました。ナイス MVP、あらしゃ。ここまで見てくれてありがとう。メンバーシップオリジナルグッズ絶賛募集発売中。詳しくは概要欄見てね。それでは後半戦 Here we go。 はい、じゃあ見ていきましょう。これが2回戦の1戦目ですね。魚人島になりましたというわけでね。はい、行きましょうか。でも向こうキングいてこっちフランキーなんで、まあ歌ちゃんもいて到着も早いし、キドロもね無理やり握れるし、どうなるかなーって、 CA で取れるかなーと、微妙やなーと思ったんですけど、向こうのねぶっちゃけ魚人島やったらね、この段差があるから結局は変わらないっていう、ほぼね。はい、まあ、これちょっとラッキーでしたね、すごく。はい、ブイーン行っといて、とりあえずね。で、確実に取りたかったんですけれども、やっぱりこれね取れないんですよね。勝てーし、ほんで、はい、俺とりあえずここは握って、握ればとりあえず取れるなということで、ナイスバジュですよね。これは素晴らしい、ダさんのバジュランクが刺さっていくと。ほんでここからまずは 150% を確実に作るために、はい、後ろに戻って、はい、防御力もリセットしといてって感じですよね、これはね。ほんで隙あらばこれで飛べるんでね。はい、ギャンギャンちゃおうぜということで、ただ自分が落としたキングの裏のエンマが出てきてしまって、あ、もうこれ無理だと思って、あ、無理だと思って、はい、もう普通に切り刻まれましたね。あ、まあその感じね、まあ後ろがねいい感じに落ち着いてくれればいいかなみたいな、そんな感じやったんですけど、はい、これしっかりとアッシュラうまかったですね。反対向いて溜めながらタゲ取って、多分僕の方に来たんですね、うまかったですね、ナイスアッシュラと。ただまあ青属性に変わったんで、ちょっとねまずいかなと、おりんちゃんがね体力見れないんで、これまずいかと思ったんですけれども、20をここでしっかりとねやっぱ抜かれちゃうということでね。そしたらここ取り返すやんと思ったら、ガンマナイフがなぜか行かないというね、なぜだと思いながらね。はい、こうなった時にですね、とにかくですね、相手のブースとこっちのブースがほぼ同時ぐらいにこのままやったら来ちゃうのかなっていうことで、その前にここを抜き返したかったんですけど、ここはうまかったアシュラー、ナイスアシュラーですね、敵ながら本当に。で、向こうからのアシストもしっかりね見てはったんでしょうね、うまいですね。で、ここのブースト始まっちゃうのにもかかわらず、僕は死んでしまっているという、すまーんと
思って、ただもうこうなった時は、まあフランキーでぶっちゃけ裏抜けてもいいはいいんやけれども、やっぱ確実に行くならば絶対に二陣を取り返した方がいいのでね、この後のことを考えたらね、はい。なのでお互いのブーストのぶつかり合いが終わったこの時ですよね、ミリですよね、はい。ヒダさんがこれ抜いてくれる、これマジでナイス抜きやったね。で、落ち着いてジャストで入って、で、とりあえず今回避がないんで、無敵がいけるかなと思ったんですけれども、カウンター、うまかったですね。で、こっからはもうぶっちゃけね、4本目取ることは頭にないですね、僕の中ではね。しっかりとはい、守って 150% ちょっとでも作りたかったんですけれども、それぞれまずいやんということで、でも何より優先なのはこれ絶対に C なんですよ、これはね。なのでここで、はい、とりあえず打っておきながらの回避使ってるんで、わっバーンですね。これもマジで気持ちよかったですね。これね。はい。2枚落ちからの K2 も合わせて3枚落ちですね。向こうね。はい。ほんで落ち着いて守ることができたんで、こっからはまず全然150、150なんでね。敵さんね。なので取りに行くことより、味方のルカボンがもう一回待ってくれたんで、それで150をいち早く作っていこうと。1陣から2陣から3陣までしっかりと作って、抜け目なくしようということで、とにかくまずは俺は気泥ですね。で、キングとかに関しては、まあ、任したかったところもあったんですけど、とにかく足止めっすね。はい。ナイスでしょ、これ。すごくいいでしょ。はいはいはい。はい、ナイスバイス。とにかくゲッターさえ潰せばなんとかなるということで、ナイスメーザーで、ここでしっかりと気泥は落ちたんですけど、裏抜けしてるキングもしっかり150溜まってるんで大丈夫と、いうことでございますね。はい、どっちは危なかったけど、しっかりと立て直すことができてね、ナイス守りでしたね。はい、先ブーして守るっていう展開多いですね、俺らね。はい、よろしくよろしく。はい、じゃあラストを見ていきましょう。よろしくお願いします。これが2回戦の2戦目でございます。はねはね、この後のあれに関しては、試合に関しては僕はボットやったんでね、ちょっと撮ってないんで、もうこれにてチャンピオンシップの動画は終わりに、なるんですけれどもね。はい、まあ最後まで楽しんでいってください。まあこの試合はマジでね、ほんまにすごいハーモニーがね、もう過去一でやったんじゃないかっちゅうぐらいね、皆さんの意見がぴったりでございました。本当に見ていってください。まあラスト1分切ってからぐらいからちょっとハラハラドキドキすごいと思うけどね。はい、まあこれはちょっとね、あっちからのあれはちょっと気づけなかったんですけどね。ただその後ここ見てくださいね。はい、これあ、ナイスじゃ、使いすぎひん、これほんまに自分で思うわ、お前。今のは鮮やかすぎるだろって。ほんでここですよね、ニカちゃんがまだ溜まりきってない旗なんで、遠目から打ってくれたんでね、これはラッキーでしたね。吹っ飛ばせるんでね、ラッキーと思って、ほんで4本目ね、これゲッターとしてはもう最高かなっちゅうことで、はい、ナイス4本目ダッシュ。ただまあここはもうピロピロされるのは仕方がないと、はい、いうことでね。はい、雷でヒデさんがシールドをまずは潰してからのハエルカポンのフルゴラー、素晴らしいハーモニーじゃないですか、これマジで。いいね。だからまあ4本目は取り返せるんですけど、全然 OK でね、全然 OK、 全然 OK。 とりあえず先ブーストとしては、ブーストをいかに早く呼び込めるかっていうのが肝なんでね。でこっからね、攻めようかなと思ったんですけど、ケニーがねアルベルなんで、エンマ嫌や言ってたんで、じゃあ俺が一回ちょっと絡むわっつって、ほんでブーストも来るんでね。はい、まずはこの通常ジャスカイうまかったね。はい、でここでおにぎり無敵ないんでカレーうどんが炸裂していくと、ほんでガンマナイフ当てたろうかな思ったんですけど、まずこう落ち着いてね、ここはいしっかりとジャスト入って通常でいけるなーということでね。はい、で落ち着いて対処していきますと、これでとりあえずケニーのね、まあ綺麗なエンマゾロはいなくなったんで、まあ相手ブーストにもこっからは備えて4本目というよりかは気泥をまずは削ると、いうことですね。はい、で落ち着いてですね、ここね、はい、ガンマナイフ一発当てて、はい、通常ここ本当はケニーに一撃重いの言ってくれって思ってたんですけど、まずウタちゃんの方に行ったもそれはそれでいいとしてね。はい、ナイスカレーうどんすぎてと。で、ここは回避がないんで、これでいけるかなと思ったら、K2 がしっかりと落としてくれていたということでね。うん。で、相手ブースト、こっからですね、見てください、皆さんね。相手の気取るが奥に抜けようとするんですよ、この後ね。で、その後しっかり相手のエンマも、すごいね、アシストナイスやったなっていうところで、K2 が落ちました。で、とりあえず無敵は吐き出させてたんで、後ろは一旦はマシかなと。いうことで、このバージョンマジで危なかったんですけど、ただここでね、抜けるでしょ、気取るがね。で、エンマがね、ここで足止めするんですよ。相手さんもすごいハーモニーなんですけど、ここね、ニカちゃんもまあ奥行ったんで、やっとしたらこれもう後ろガラ空きやんということで、僕はじゃあもう一本裏取りに行こうかな、どうしようかな、守ろうかなって感じだったんですけど、確実に取れるなと思ったんですよ、この盤面はね。うん、青市さんがもう全員向こう行ってるんで、で、ヒタさんがここ真ん中ね、めちゃめちゃ C ね、スキル4つぐらい多分避けて、スーパーナイスなんでディフェンダーしてくれてて、ほんで取れるな思ってたら、さらに雷で、もう確実に取れるになったんですよね。はい、戻ってきたのがエンマ、青のエンマと、まあミリのアンドレやったんで、まあいけるかなみたいな思ったんですけど、もう雷でも僕は勝ちを確信しましたね、これはね。はい、ほんで最後はとりあえず時間稼ぎね。
はい、無敵で時間稼いでこのまま、一陣捨ての、まあ、二陣三陣相手の二陣でこのままフィニッシュと、はい、最後の最後までね、しっかりと全員でハーモニーができて、本当にニコハモというチームへぴったりなんじゃないかって思ってます。はい、どうも皆さんありがとうございました。はい、というわけでどれでしょうかということでね、まあ、とりあえずあの結果的には、ゴールドトーナメントの、まあ、ベスト、4までいけたんですけれども、まあ、最後ね、ベスト8かけね、もちろんあの皆さんのあの配信に遊びに行ってた方々は知ってるかなと、思うんですけれども、まあ、僕がその当日あのちょっと親友のねちょっと結婚式がありまして、ちょっとそれはさすがにあの譲れないんで、まあ、ちょっと結婚式に行った結果的にまあね試合に間に合わずっていう形でボットレッドを送ってしまったんですけれども、まあそんな中でもあの楽しくずっとねあのやってくれたあのひたさんルカポンケニーにはもうありがとうございますと、いう気持ちしかございません。はい、皆さん優しいんでね、その大丈夫やで気にせんでいいでって言ってくれたんですけど、まあもちろん僕もね参加できずに最後はちょっと悔しいんですけど、悔しかったんですけど、まあねもうしょうがないかなっていう気持ちです、それはぶっちゃけね。はい、まあ応援してくれた本当に視聴者の皆さんも本当にたくさんありがとうございました。本当にありがとうございました。みんなのおかげで、応援のおかげでここまで来ることができましたということでね。いや、本当楽しかったんですけどね。非常に、まあ大会、非常にヒリヒリしてね、楽しかったんですけれども、ただちょっとね、やっぱね、あの、来年、まあ、チャンピオンシップ、があるかないかは知らないんですけど、まあ多分あるのかな、分からへんけどね。ちょっと来年に関しては、いや僕に関してはちょっとねできればねあのもう出たくないと思ってますぶっちゃけ今のところね。なんでかっていうとですね、やっぱりそのスケジュールのところでやっぱり迷惑をかけてしまうというのが、やっぱりあると思うのでね、僕の場合特にね。はい、今回たまたま本当にあのその結婚式以外はあの行けたんですけど、多分来年どうなるかも分からへんから、ちょっとねまたボットみたいになったら嫌なんで、もし体制がね、4人からその5人とか6人とかいう感じで組めるとかで、スケジュールとか時間とかももうちょっとなんかいろいろなんかねあの都合よくできるとかやったらもしかしたら出るかもわかんないですけど、基本的に今のところはまたねこうなっちゃうんでね、みんなの期待をちょっと裏切っちゃうことになっちゃうんでちょっと出たくないということは、はい、言っておきますんでね。はい、というわけでもしかしたらこれがね僕のチャンピオンシップ最後かもしれませんので、はい、たくさん本当に応援ありがとうございました。一緒に戦ってくれた3人もほんまにありがとうございました。というわけで本日は、これぐらいで終わりたいなと思います。皆様ここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。 See you!